にちは。カクテルラボバーテンダーの太郎と申します。今回はキスオブファイヤーというカクテルを紹介します。材料はウォッカ 20ml、 スロージン 20ml、 ドライベルモット 20ml、 レモンジュース 2ダッシュ になります。キスオブファイヤーはスロージンの燃え上がるような赤と砂糖のスノースタイルがキスの情景を表現しています。またこの名前はルイ・アームストロングのジャズの名曲に由来しており、スロージンの甘酸っぱさを感じる大人のカクテルです。それでは作っていきます。